タレントの妹綾子38ラ31日インスタグラムを更新パキスタンにある世界第2の高峰 K28611 メートルで滑落した山岳クライマー中島健道さん39イコール奈良県出身への思いを綴った写真笑顔の中島健道さんと妹綾子のツーショット妹は日本テレビ系世界の果てまで一滴球 登山部シリーズにカメラマンとして参加し、自身のマッターホルンやマナスルなどの登頂をサポートした中島さんとのツーショットを公開し、竹雄さんはいつも優しくて強くて朗らかで柔らかく山では40キロもの荷物を軽々しょいものすごいスピードで上り下りするかっこいい山男ですと人柄を紹介した。続けて、 マナスルのベースキャンプでは一緒にたこ焼き焼いたり、ネパールの床屋さんで一緒に髪を切ったり、デナリ登山では我々は一日で限界だった頂上アタックを2日連続で言ってくれたり、絶対的に頼りになる山男です。その反面時に誰よりも先に高山病になったり、お腹をよく壊したりと思い出を振り返り、そんなところも全部ひっくるめて私は武雄さんが大好きですと綴った。 私は竹雄さんがいなければいけなかった場所見ることをできなかった景色届けることのできなかったものたくさんありますと感謝。その中島さんと同じく山岳クライマーの平井で和也さん45が K2 性壁で登山中に7000メートル地点から滑落し安否不明となっていることを受けお二人の志と夢をかけた挑戦それでもそれでもすごいですと綴った。 平出さんと中島さんが所属する登山用品販売の石井スポーツによると、二人は日本時間の27日午前11時半頃、K2 整壁で登山中、約7000メートル地点で滑落した。現地で手配したヘリコプターのパイロットが同日、二人の位置を確認したが着陸はできなかった。地上からの救助も難しいとの報告もあったという。30日、二人に動きがないとの情報が伝えられ、 二人の上部に大きな亀裂があって崩落による二重遭難の恐れがあることなどから、家族の同意の下で同日午後2時、救助活動の終了を決めた。